ソウルさんは気づかんだろう。わっちこういうことだ。そういうことだ。つまりそういうこと。落ちた落ちた。天下一モブ闘会をやりたいと思います。くらえようござんすか。いいよ。アイクさん埋まってるよね。埋まってるよアイクさん。ほらどうですかこれ。神様が神様が融合だ。融合している。馬に馬が乗っている。すげえ。すげえ。しかもチャミンだった。馬乗り。突然唾吐かれてるぞラーマに。アイクさん、アイクさん、トリちゃん見てて、アイクさんのこと見てて、アイクさん上向いて。やば。やば。何それ。骨ないんだわ。骨ないんで。そこだけ骨ないの。そう、骨ない。どこだポッポコポは。もう個性が死んだ。ポッポコポがどれだかわかんない。いやみんなのすぐ近くにいるけど。ポッポコ、ポッポコオモリ。新しいキャラ生まれた。新しいキャラ生まれて流された。はいはい。こっち側だよね。太陽の方に向かって。あったあった。見えた見えた。はい、ありました。本当だ。あれか。森の館。僕たちは前来た時燃えてしまった。雷。こうつきましたんで、ここで欲しいのはここでしか湧かないモブを手に入れてやろうというそういう趣旨になります。私はウィッチで行こう。ウィッチ、ウィッチャミンの絵が結構来てたよ。あ、本当？うん。これさっきチャンネルに投稿しといて、チャンネルコミュニティ。あ、聞いとく。ウィッチャミン。じゃウィッチャミン。僕はいざという時のために。あ、危ない危ない。それさ、バーステイさん、クリーパーもそうだけどさ、エンダーマンの後ろだがいっぱいイラストで来てるんだけど。マジっすか。じゃあ、こっちがいいかな。変身。違う、クミさん、スケートになった。クミさんはもう白骨化している。クミさんが。クミさん。クミさんが白骨化しちゃった。クミさん、ピラミッドの中にいたんですか。ミイラクミさん、クミイラだ、クミイラ。新しいキャラクターまた生まれた。新しいキャラクター来た。クミイラが来た。クミイラ、クミイラだ。クリーパーから物もらうなんてすごい初めて、はい、そんなに俺物あげてなかったですか誰にも。クリーパーから。ああ、クリーパー、あーそういうことね。死ぬぞ。どうちゃん鎧着たか。死ぬぞそれで。ここ挑んだら鎧着てますよ。あ、オッケーオッケー。見えませんか。見えませんよ。虫にしか見えないよ。ないんだよ俺これ。モンスターキャラが俺これしか。じゃあここで強いのみんなで手に入れようぜ。体力が多くないときついな。そっか、じゃあ一旦他のに変身して体力が多いキャラで押してった方がいい。ここでガストに変身したらもうえらいことだよね。狭すぎて。狭いよね。うん、バキッと。ここ特有のモンスターを探しています。動力のコンボ。あ、違う、無視すればいいのかこれ。こっち敵対してこないから。そうですね。そうだ、無視すればいいんだ。あ、いた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 。ほらこれ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 、ここにいた。おお、ビシッ。一回やっ、うっ、2くらうこいつの位置。よっしゃ、来た。おお、手に入れた。はい、手に入れた。こいつの名前はなんだ。ビンディケーター、変身。おお、おっさんやん。おい、おっさん言うな。うん、捨てて今。怒ってるよ、おっさんって言ったから。おっさん。イエー、ビンディケーター。え、おっさんじゃねえって。特殊能力、ちょっと離れてて、何が起きるかわからない。V。え？なんもなんないのもあります？ある。そして今、こいつがそうだった。ただのおっさんだ。ただのおっさん。アイクさん、特殊能力ないね、これ。何も起きないよ。体力だけ多いですね。うん、体力が12ある。1馬力。おお、どっかで爆発。ちょっと屋敷がへこんだ。へこんだ。何したんだ。空飛ぶやついないっすね。空飛ぶやついないね。あれって召喚獣だっけ、敵だけ。あの妖精みたいな敵じゃないですか。あれあれになったら結構楽しいね。あの妖精みたいなやつ、ここで爆発したの。うん、慣れるといいな。いや、やっぱ森の館面白いな。いや、まさかこんな形でまた来ることになるとは。ね、
敵かと思ったら鳥ちゃんだった。敵もいました。敵もいる。なんもないな。どれが敵かわかんないよ。やばい、このままだと動画としてはクミーラの部分しか使えるところがない。やっつけた。私もこいつに変身できるね。でも特殊能力なかったよ、そうはさ。そうだね。そう、ふんふんはね、特殊能力ない。まあ、せめて V を押すとふんって言うくらいだったら面白いけどね。そうだよね。みんな面白がってやるから絶対うるさくなるよね。うるさいね、うるさいね。絶対うるさいな。楽しいとかって。ない。あれ、今のは鳥ちゃんかな、ビンディケーターかな。でも僕です。わかんなかったと思うんですけど。あれ、いた、いた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 。エボーカーだ。いました。いました。攻撃を仕掛けると多分あい妖精みたいなの湧くんじゃねえのかな。あ、本当だ。お、聞いてるよ、ポーション。着体か。来た、あ、出た。来た。妖精さん。妖精さんを倒したい。上だ。よし。まだ。ごめんなさい、とどめいただいちゃった。あ、オッケー。あ、妖精さんを倒したい。倒した。あ、出た、妖精さん。おお、出てる、すごい。本当だ。誰だろう、俺じゃない、今倒したの俺じゃない。あ、アイクさんだ。あ、なってなって。戻ってこーい、もう一匹。おお、飛べる。飛べないです。飛べないの、それ、なんだって。なんだって。あれ、飛べない。飛べないんだ。じゃあ僕はエボーカーになってやっと出せるかどうか。あ、いいね。 V。 あ、は、何もない。うわー、特殊能力なしかー。ハートはいくつ。ハートは12です。あ、じゃあビンディケーターと一緒だ。あ、いるじゃん、まだいるじゃん。もう一匹。え、これアイクさん剣持ってる。あれ、アイクさん飛べないの、本当にそれで羽生えてるの。飛べないんです。アイクさん飛べないんだな、それ。ただちっちゃいだけじゃん。おい、アイクさん。おい、飛べないんだ。ソーラさん、ずいぶん言うようになったな。めっちゃやば。アイクさんに対してただちっちゃいだけは。やばいやばいやばい。飛べない妖精はただの妖精だぞ。紅の豚みたいなこと言うな。なんもない。いやー、これは見かけ倒しだった。もっと見かけ倒しだな。飛びたかった。あ、いたよ、こっちにも。あ、エボーカーいる。ベックスになったよ、俺も。いいなぁ。飛べへん。飛べない。もうやったんですか。V 押しても何にもない。ただハートが7。7。つまりただ小さいだけ。鉄の剣で3回くらい切ればやっつけられるっぽい。うん、あの、結構高くても切れたよ。おお、落ちた。あ、クミさんに取られた。取られた。この天使って顔見ると結構笑ってるんだ。よく見る。めっちゃ笑顔。近くで見る。あ、本当だ。どこ？入った。眉毛濃い。眉毛濃いね。眉毛太。うん、お、手に入れた、ナイス。ナイスでーす。では、うん、エボーカー倒しちゃいます。はい、燃えろー。わー、あー、家燃えてる、家燃えてる、家燃えてる。家燃えてる。消火、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 消火。あー、穴開いた、穴開いた。あー、あー、倒した、倒した、倒した。あー、あー、あー、はい、無事ゲットしました、エボーカー。いや、あの館が無事じゃないです。あの、やばいやばい、燃え広がってます。消せばいいでしょ。消せばいいはず。間に合うか。消した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 でしょ。燃え広がってる、燃え広がってる、燃え広がってる。まだまだまだ、危ない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 。まだある、まだある。トモさん、あの、戻ってもらっていいですか。トモさんがメラメラ言ってるか、館がメラメラ言ってるかわかんねえ。戻ってもらっていいですか。かっこガチトーン。まだ燃えてんな。いや、正直心の中でおい何してやがんだと思って。ずいぶん遠慮がなくなったじゃないか。いやいや、館焼け落ちたら元も子もないから。確かにね、もう一回で十分だよね、焼けるの。天使になれたのはちょっと嬉しいな。ガチャは天使っていう感じじゃねえよな。誰が悪魔だ、この野郎。そこまで言ってないよ、言ってない、言ってない、言ってないね。認めたようなもんじゃん。失礼しました。自分で。あ、めっちゃあるしょ、ここのチェスト。
チェスト。チェスト。チェスト。チェコードもあるし。えぇ、ー、エンチャントもある。へぇ、いいね。